たくさんの人と会って疲れませんか？俺は時々無性に一人になりたくなるんです。はあ、楽しかったです。よかったらまた俺とくすぐり合いっこしてくださいね。年上だからって余裕で、ずるいですよ。俺はこんなに。ドキドキして大変なのに。私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない。腐った大人が作った見せ物だ。絶対絶対に許すもんか。安く話しかけないでもらえますか。テディの話し相手は僕だけで十分なんですよ。ね、テディ。さあ、もういいでしょう。早く僕の前から消えてください。遅いんですよ。遅いんですよ！ねえ、僕を何分待たせるつもりなんですか？さっき、僕は待つのが嫌いだって言いましたよね。なのにどうして君は僕をこんなに待たせるんですか。ズーズーシーンにも程があります。時のために言っとかないとね。あなたには最後の大きな戦いが残ってるんだから、パワーを蓄えとかないとね。やあね、死ぬって決まったわけでもないでしょ。じゃ、ちゃちゃっとレイちゃん、やっつけてきまーす。やっぱり、ウサギの言う通り、雄一郎にキス、しとけば、よかった。